最新不動産情報売買編だ。来た来ましたよ今回紹介するのはこちら、ザ・グローリー。まだ建ってないみたいなんですけど、まずプールね、プールめっちゃでか、はい、ちょっと待ってください。はい、その何そんな服、あ、川崎フロンターレさん、はい、こちらあのフロンターレさんがね、こちらでサッカースクールやられているということで、東急さんもそうですし、エナセスさんもスポンサーでついてますんで、はい、我が吉本興業もスポンサーになる、なるならない、どっち、名言は下げます。こちらザ・グローリー1000個、約1000個ありますね。ここにまず鯉の池ができるとかもあるしさ、公園みたいになるんよ、ここが、うん、まあ、で遊具とかもできる予定と書いてあるし、でここがザ・ビルね、もうここはだけに立っとる、立っとるやつエリアですね、うん、テニスコートもあると。で、これはそこはジムと、あ、なるほど、ヨガスタジアムがこの奥にあります。めっちゃなんかおしゃれな、なんかカフェスペースみたいになってる、すごいおしゃれ。これはそのビンズンエリアのもう全体像か、これだけできますよとね。で、グローリーがこれ、これですね。ここも中心にこの辺も発展してくるし、前回紹介したところが今おります。こちらはソラガーデン2となって、ここにイオンさんができると。本当開発中の場所ですよ。騙していつ買うの、今でしょこれはね、立体模型ですから、ちゃんと部屋を見たらね、マジで買いたくなる、うん、行ってみましょう。はい、うわ、ゴージャス。モデルルームだから、いろんなね、家具とかそういうのは、まあ、ここ仕様で作ったりとか置いてあったりするんですが、こんなすることができるっていうね。ここ購入した段階ではキッチンとエアコンはついてるけど、他のものは東急さんが用意してるモデルルームっていうことだね。こういうのを置いてもね、大丈夫な感じのキッチンだったりとか、キッチンも広いですね。で、二口ありまして、で、この辺は、あ、食器並べて乾かしたりできるんか。え？何？何これ？何？待って。何これ？なんか曲がるなと思ったよ、こっち。うん、え？どういうこと？って思ったら、奥がスライドしてきたんよ。奥が。ほら。めっちゃすごい。ここのもの取るときに、ね、潜り込んで、こうなんかもうドラえもんみたいな感じ、奥に。みたいな、それがない、ストレスなし。まあでも収納も本当多いですね。ノンストレスキッシン、え、ノンストレスキッシンやろ、写真家篠山キッシンならぬ写真家のキッシン、ノンストレスキッシン、うん、それ何してくれるんですか。キッシンがここで写真撮ったところで、うん、一切ストレス感じないよって。あ、キシン目線、これ、そう、キシン目線のキッチン。いや、一応お前目線で欲しいんだけど、キシン目線、キシン目線で俺は捉えてしまった。意味ないよそれ。いや、もうテーブルもね、広くて綺麗で、で、この床はね、これはもうそのまんまです。グローリー同じなの、同じものです。こちらシャワールーム、トイレとシャワールーム、まあ広いね、これだけあれば結構広いわ、うん、モデルルームなんでね、こういうタオルとかも置いてはありますが、でも壁とかはね、同じみたいです。このトイレの壁とかは同じで、こういった作りで作られるというスモールベッドルーム、めっちゃラグジュアリー。こう、え、これ何、
テレビ？え、これ何？マジで？ガラスか。ガラスか。まあテレビとかも置いたりとかすることはできるっていうことか。だからお前だったらテレビを置いたりとかで、ね、ここでテレビね、このソファーで見たりとか。そうね。でまあベッドね常に置いといてもいい、いいじゃん。こっち側にはピアノがあるけど、ここにベッド置いてもいいし。確かに。うん。そこはもうアップトゥヨーだから。そうです。皆さんが購入してどんな内装にするかと考えてみてください。だからそういうことよね。あ、俺だったらこうしようかなみたいな感じで見ていただいたら幸いです。そう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 、はい。広さ的には感覚で言うとどうよ。俺とお前の距離が今。そうね。ブラジルと日本ぐらい。うわ、すっごい遠い。やばいやばい。初じゃない。聞こえちゃう。おーい、聞こえるかい。聞こえるよ。あ、とうとうブラジルと日本がつながった。ベッドあって、机も置いてこうやって埋め込めるし。そうよ。全然広いよ。ベッドあって、ね、机とテレ、あのピアノとかも置けるスペースあるけん。はい。そしてメインベッドルーム。これで、ね、キング置いても十分な広さですよ。これはだけどもうこの感じに俺だったらするな。なるほどね。うん、もうこのベッドをボンと真ん中に置いて、うんうん、でサイドちょっとスペース取って、そう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 、ゆったりするっていうね。俺はこのガラスとかもちょっと採用したいよ。洒落てる。これはでもちょっと工事したりしてなんか。これだけ高いよねきっとね、こういうのは。うん、ここはシャワールームとトイレのスペースと、うん、これだけ広く取ってますよということですね。売りに慌てたらタダでもらえるのコーナー。一番怖いコーナー。怖い。怖すぎる。めちゃくちゃもらいたいよ。いや、そらそうなんだけど、金額がでかいよ。まあね、うん、69平米の2ベッドルーム、2024年3月竣工予定。周りにもね、いろんな施設も建ちますし、民津エリアはすごい発展途中の場所。マジでわからん。いやいや、全然わからんわ。いや、そうでしょうね。日本のマンションとかの感覚で行きますわ。そこほどは高くない。いや、東京の最新よ。まだ立ってないよ。いや、でもさ、東京とかだったらだって普通にほらオークションとかいうのもあるし。オークはないと思う、さすがに。うん、そういうのもあるじゃん。うわ、でもすごいよ、このプールとかも。うん、だってこれが立つ頃にはもっと、いや、イオンさんもできとるしね、すでに。そうね。そう、決めた。4000万。いやいやいや、ないよ。だってこの前の、うん、メトロポールのギャラリアレジデンスが6000万でしょ、うん、いやいやいや、それより高いんじゃない。いくらいく。俺はもう4000ビタ。マジ。ああ、4000万円ね、円ね、うん、4000万ドンじゃない。20万以下なわけないでしょ。4000万円5発だ。5発ね。5800、4000。いや、マジで俺結構いってる。じゃあ69平米のお部屋の売り値お願いします。約1500万円。えちょっと待って待って待って。いや、俺らもうバグっとるわ。もう分からんくなってる。1500万円。えからから。だからまあそうか、お部屋の形だったりとか広さだったりとか、まあね、階数とか。そうじゃない。だってここの正面はやっぱり景色ドワーンと。そうね。ちょっとこっち側になると、確かに、そちょっと他のマンションとの兼ね合いもあるし。そうね。いや、でも1500万円から投資できるのは結構、資格の方とかさ、買いた、まあ、自分で使うかもわからんけど貸し出ししたいみたいな人とかも比較的買いやすいんじゃない。まあ、近々ね、販売会の方も予定しておりますので、皆さん気になった方はエナセスさんの方にご連絡ください。そしてこちらのホーチミン最新不動産情報の動画を見たという方に先着で川崎フロンターレのユニフォームをプレゼントいたします。ぜひ WBC のホーチミンに最新不動産情報動画を見たよと問い合わせの時に言ってみてください。そして川崎フロンターレさんも
スポンサー募集されてますんで、もしここに、はい、名前入れてもいい方は問い合わせしてみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報、ビンズ最新不動産情報